12時間前マンユーでプレーしていたパクチソン氏、写真、イコール AMA、コービスビアゲッティイメージズかつてマンチェスター、U で活躍した。元韓国代表 MF パクチソン氏が、6月に開催される2018FIFA ワールドカップロシア大会を前に、国際サッカー連盟、FIFA のインタビューに応じた。FIFA の公式ホームページが伝えている、02年の日韓ワールドカップで、韓国代表のベスト4進出に貢献したパクチソン氏は、あの大会は、人生の転換期だった、と、自身のキャリアの中で最も重要な瞬間だったと語ったものの、ロシアに行く選手たちは厳しい状況に立たされていると分析した。アジアのサッカーは成長しているが、まだまだワールドクラスのチームとはギャップがある。ほとんどのアジアの国が抽選会でポット4に入っていることが、挑戦者である証明なんだよ。まずはグループステージを通過すること、これが第一目標だね。決勝トーナメントに行くのはとても難しいし、集中する必要がある、トッテナムに所属する FW ソンフンミンとスウォンジーに所属する MF キソンヨンが韓国の支柱である。この二人は間違いなく重要な選手だね。常日頃から世界最高の選手たちと戦っていて、W 杯での経験も豊富だ。その経験は他のチームメイトたちにも必要不可欠なものさ。高いレベルの経験を積むために、選手たちは海外へ出る必要がある。それが代表チームを強くするから、韓国にいる選手には欧州への移籍を推奨しているよ。今回の W 杯ではビデオアシスタントレフェリー制度が導入される予定だ。まだまだ未発達な部分はあるものの、進化するサッカーの技術は必要なものだ、と考えている。最先端技術は世界中の様々なスポーツにとって必要なもので、サッカーも例外ではない。最も重要なのが、どのように使用するかだ。方法について考えなくてはいけないし、サッカーを良くするためのものを見つけなくてはね、優勝国予想を聞かれると、ブラジルとドイツは素晴らしいサッカーをしている、と前置きを入れつつも、一つに絞るのが難しいほど予想が立てづらいと明かした。ツイートシェア